今日は暇だな。暇だからアプリゲームでもやろうかな。最近流行りの追っかけハンティング、アオストでもやろう。チュートリアルを終えていよいよガチャだ。うわぁ、ジジイを引っ張るの？モンストだったら弾とかだったのにジジイなの？とりあえず引っ張ってみよう。離してみると青鬼の方に向かっていって、口の中に入っていった。食べられちゃったよ。頭が回転して口から卵が出てきた。超青鬼祭なのに金が少ないな。星4以上確定じゃないんだ。青鬼出てきてくれるかな。まずは白い卵から。ヒロシかよ。ヒロシはいらないな。またヒロシか。続いて金の卵、ヒロシ出てくれ。なんで卵焼きだよ。青鬼全然関係ねえじゃねえかよ。よくわからんゲームだな。続いてヒロシ、またヒロシ。白い卵からはヒロシしか出ねえのかよ。次の金の卵は青に出てくれ。なんで次はオムライスだよ。なぜ料理が出てくるんだよ。しかもなんでリアルなんだよ。意味わからんな。白からまたヒロシ。また料理が出てくんのか。今度はイクラ。卵から卵出てきた。青に出てくれよ。そしておまけからはたけしが出てくんのか。青に出てこないなら意味ないし、リセマラしてもう一度やろう。次は頼むぞ。って爆死って書かれてるよ。確定の時だけ書けよ。一応やってみるか。爆死だから金出ないよな。最後にブルーベリー色が出た。これはもしかしたら青に出るかも。最初の卵はやっぱりヒロシか。あと残り全部ヒロシかな。あれ、演出が始まったってことはヒロシじゃないのか。いや、ヒロシなんかい。なら演出する必要ないだろう。パッパとヒロシ出せよ。また演出始まってヒロシかよ。時間の無駄だからもう演出いいよ。また演出始まってヒロシかよ。あれ、さっきより絵が雑になってないか。また演出始まってヒロシかよ。また始まってヒロシかよ。もうこれ見飽きたよ。もっとヒロシが雑になってる。描くのがめんどくさくなってるよ。ようやく最後の白い卵、ヒロシが棒人間になっちゃったよ。そんなことはもうどうでもいいよ。ようやくブルーベリー色の卵だ。何が出るのかな。青鬼だ。いや違う、ブルーベリーアイだ。似たようなキャラクターが出てきたな。しかもなんで画面からはみ出てるんだよ。おまけはたけし。なんで青鬼が出ないんだよ。しかも超青鬼祭でだよ。もうゼガヒでも青鬼出したい。もう一回やろう。ジジイを引っ張って離す。青鬼の方に向かって行って食べられる。いや、どっかに飛んで行っちゃった。これが確定演出なのか。ブルーベリー色の卵が出てきた。またまた出てきた。いっぱい出てきた。確定演出すげえ。こんだけブルーベリー色があればどれかは青鬼だろう。最初の卵からは青鬼っぽいジジイかい。ほんと青鬼出ねえな。でもまだ9個もある。大丈夫だ。さあ次の卵からは肌色かよ。惜しいな。なんでブルーベリー色じゃねえんだよ。次だ次だ。次の卵からはなんだこれ。もしかしてクラゲ青鬼の足かな。なんで足だけ出てくんだよ。次こそ出てこい青鬼。また足かよ。違う足かな。何これ、ディアゴスティーニみたく。パーツを一つ一つ集めていかなくちゃいけないの。次の卵からは今度はピエロ青鬼の玉だよ。せめてクラゲ青鬼の鼻とかくれよ。今クラゲ青鬼集めてるから。次の卵からは爆発した。すごい確定演出だな。いや、何もかもなくなった。何も出ないってことあんの。次の卵はなんか蛇みたいなの出てきたよ。そして卵を食べちゃった。どっかに行くよ。また何もなくなっちゃうの。いや、うんこしていった。うんこだけが残ったよ。なんでうんこがスーパーレアだよ。今日ってスーパーうんこ祭だっけ。次の卵はすごいゆらゆらしてる。これも確定演出かな。いや、転がってどっか行っちゃった。なんでなくなる演出がいろいろあるんだよ。もう残り2個諦めよう。やっぱり出ないよ青鬼。確定演出だったのに一つも出ねえじゃねえかよ。ああ、ようやく来てくれた青鬼って。レアかい。なんでうんちがスーパーレアだったのにこれがレアだよ。
しかもおまけでも青に出んのかよ。もうこのゲームやめよう。ぷぅ。暇だな。なんか面白いゲームないかな。なんだこれ。ぶっかけハンティング、うんちストライク、略してうんスト。なんだよぶっかけハンティングって。でも面白そうだからやってみよう。まずはリセマラガチャだって。なんだこれ、手前にケツがあるぞ。なんでケツなんだよ。そして向こう側にじいさんがいるよ。お尻を触れ。なんでお尻をタッチしなくちゃいけないんだよ。仕方ない、タッチするかって。ケツが揺れてる。そしてお尻からうんちが出てきた。うんちがじいさんに向かっていって、口の中に入ってった。汚すぎるだろう。顔が回りだした。卵が出てくるのかな。ゲボ吐くんかい。うんち食ったらそれ吐くよな。そして卵が出てきた。でも菌が全然ないよ。果たしてうんちは出てくるのかな。まずは白い卵から。何が出てくるのかなって。じいさんかよ。うんちしようとしてるじいさんかよ。こんなのいらないよ。また白か。これには期待できなさそうだなって。またじじいかよ。今度は和式でのうんちスタイルかよ。白はダメだな。またじいさんだし。でも次は金。これには期待したいって。トイレかよ。金なのにうんち出ねえのかよ。白はずっとじいさんか。今度の金には期待してるぞって。和式かい。うんち出してくれよ。なかなかうんちって出てくれないんだな。もう最後の金にかけるしかない。頼むから出てくれって。なぜモンストのキャラがうんちしてるところだよ。逆にレアかもしれないけど。おまけもじいさんかい。高齢化社会ガチャか。もう一度リセマラするしかねえな。今度はばあさんになってるぞ。これは確定かな。ケツを揺らしてうんちが出ていった。それが口に入って頭が回りゲボ吐いた。そして卵が出てきたぞって。白が多すぎ。最後が茶色だ。白はどうせじいさんなんでしょ。やっぱりね。こっから先全部じいさんかって。顔がどんどんでかくなってる。なんで最後ちょっとリアルなんだよ。なんででかくなっていくかの意味がわかんないよ。そんなことより茶色の卵、これは絶対うんちでしょ。またトイレかよ。金と変わんねえじゃねえかよって。じいさんが出てきた。うんちするのか。しょんべんけーい。うんちしろよ。うんちガチャなんだから。今回爆死だよ。おまけもじじいかよ。高齢化社会が怖いぜ。リセマラしてもう一度だけやってみるか。ケツを触ってケツが震える。ってさっきよりも長く震えてるぞ。これは確定演出か。下痢が出てきた。汚ねえな。下痢がおじいさんの顔面に直撃。高齢のゲボを吐き、卵が出てきた。卵が全部茶色だ。これは確定だ。やった。最初の卵からは何が出る。馬のうんちスタイルかい。こんなスタイルでうんちしないだろう。さあ次の卵からは何が出る。赤いうんちかい。ようやくうんち出たと思ったら地の人のうんちかよ。頼むから普通のうんち出てくれよって。トイレットペーパーかよ。確定なんだろ。そろそろうんち出てくれよって。ボットンかい。トイレ関連のもの多いな。トイレガチャじゃねえかよ。こっちはうんちガチャ引いてんだよ。うんち出てくれよって。キモいうんちだな。宇宙人のうんちか。普通のうんちが欲しいんだよ。頼むから出てくれって。ボラギノールかい。さっきの地の人につけてあげて。うんち以外のもんがどんどん出てくるじゃねえかよって。すげえ上に上がってった。確定演出か。ケツが出てきた。そこに吸い込まれた。これで終わりかい。いきなりシュールな展開になったよ。残り3つだよ。頼むからそろそろお願い。下痢かい。汚ねえな。普通のうんちが欲しいのによ。なんか取り出てきて持ってっちゃったよ。それ持って行ってもうんち出るだけだよ。なんで卵なくなるかな。しかも下痢がちょっと垂れてるよ。これでもう最後かよ。最後に決めてくれ。最後に変なキャラクター出てきたよ。これはすげえレアなんじゃないの。ただのレアかい。また下痢が垂れてるよ。おまけでうんち出るんかい。このアプリもうやめよう。暇だな。ゲームでもやろうかな。マイクラストライクっていうゲームが始まったからやってみよう。まずはガチャを引こう。うわぁ、クリーパーがいるよ。
そして小麦粉を投げるのか。小麦粉をクリーパーに与えるってよくわからん設定だな。引っ張って離す。小麦粉がクリーパーの口の中に入っていって、頭が回って口から卵が出てきたぞ。クリーパーって口から卵を産むの？しかも白が多いな。果たして何が出てくるかな。白は期待できないよな。白からは土が出んのかい。土なんかいらないよ。こんなの捨てるだけだからね。また土かよ。この白い卵からは何が出る？石かよ。石も土もいらないよ。金の卵に期待。クリーパーとか出ないかな。炭かよ。なんで金の卵からこんなしょっぽいもん出なきゃいけないんだよ。白い卵からは土か。炭も白い卵から出てくるレベルだよ。次は何が出てくるかな。赤いカーペットかよ。こだわり出した人しかなかなか使わないもんだよ。今回は爆死かな。なんか最後にいいもの出てくれないかな。クリーパーの足だけかよ。足だけもらっても怖いよ。完全なる爆死だな。おまけからは経験値のやつだ。これ一粒じゃランク2にもなれないよ。リセマラしてもう一回引こう。次はいいの出てくれよ。今回は首が逆回りだ。確定演出かな。って白い卵多いな。でも最後の緑色のやつに期待しよう。白い卵からはやっぱり土か。この後も土土土土ってわしゃ業者か。こんなに土使わないわ。でもこの卵からはなんかキャラクター出るんでしょ。なんだこれ、ブロックで作ったうんちかな。やっぱりうんちだ。なんで確定演出出たんだよ。おまけはやっぱり経験値かよ。こんなんじゃ終われねえよ。リセマラしてもう一回引こう。あれ、小麦じゃなくダイヤになってる。これは絶対いいキャラクター出てくるはずだ。口からたくさんダイヤが出てきた。すげえ、これだけで嬉しい。このダイヤが割れちゃうの？もったいないな。しかも中から木の棒が出んのかよ。価値下がっちゃってるよ。ダイヤのままでよかったよ。そしてまた木の棒かよ。さあ次は何が出てくる？あれ、全く動きがないぞ。木の棒が出てきて喋るになっちゃったよ。でも土大量に手に入るから掘り起こす必要ないよ。そろそろゾンビとか出てくれないかなって。ドラクエのゾンビじゃねえかよ。なんで急にドラクエのキャラ出てきたんだよ。マイクラのキャラクターが出てこいよ。クリーパーとか出てきてくれよって。うんちクリーパーかよ。顔はクリーパーだけどうんちはおかしいだろう。四角いのが出てくれないと困るんだよって。なたでここかよ。確かに四角いけどマイクラのキャラじゃないじゃん。そろそろ何か出てくれないかなって。クリーパー？いや顔がちょっと違う。惜しいな。なんでちょっと微妙に違うんだよ。なんかキャラ出てくれよって。ニワトリかよ。ニワトリはさっきの卵の時に出てこいよ。残り2個か。もう諦めよって。なんで僕出てきたんだよ。僕マイクラのキャラクターじゃねえから。もう最後か。期待してないけども何が出るかなって。エンダーマン出た。やった。なんかちょっと手が短いけども。10連して1体だけか。おまけは経験値の粒2つ。何のおまけにもならんわ。エンダーマン出てくれたけどつまんなそうだしもうやめよ。暇だな。なんかアプリゲームでもやろう。最近流行りのクレヨンしんちゃんハンティングクレストでもやろう。今はオールスター感謝ガチャがやってるからな。いいキャラ出るかな。うわぁ、しんちゃんとチョコビーだ。チョコビーがしんちゃんに向かっていった。顔に当たるんかい。口に入るんじゃないの。口から卵が出てきた。気持ちが悪いな。しかも全部金の卵じゃないのかよ。アクション仮面とか出るかな。こいつかよ。一番いらないキャラクターだよ。次の白い卵は何かな。坊ちゃんか。まだ坊ちゃんの方がいいか。またいらないやつだ。さあ金の卵からは何が出るかな。クレヨン出てきたよ。てかなんでクレヨンしんちゃんなんだろうね。クレヨン全然出てこないのに。いらないやつがどんどん出てくるな。次の金の卵からは組長のメガネ、あ、言っちゃった、園長先生のメガネかよ。こんなのもいらねえな。いらないもんばっかりだな。
最後の金の卵からは坊ちゃんの鼻水かよ。なんで鼻水が金の卵から出るんだよ。完全に爆死だよ。おまけもいらねえな。こうなりゃリセマラしてもう一回やろう。今度はチョコビーじゃなくアクション仮面だ。これは確定演出かな。何が出るかな。でも白い卵ばっかり。最後にケツだけ成人だ。絶対にいいキャラクター出るだろう。白い卵は期待してないよ。やっぱりね。このキャラクター好きな人いるのかな。めっちゃ来た。こんなにいらねえよ。全部売ろう。白い卵一つだけ坊ちゃんか。スネ夫かよ。アニメ違うじゃねえかよ。こいつも人気ねえけどな。最後はケツだけ成人。どんなキャラクターが出てくるのかな。ケツだけ成人ひっくり返ってうんちした。うんち出すなよ。クレヨンしんちゃんのキャラ出せよ。完全に今回も爆死。おまけいらねえよ。おまけがゴミみたいなんだよな。仕方ない、もう一回リセマラするか。次はブリブリザイモン。これもまた確定演出か。さあどうなる。口からケツだけ成人がいっぱい出てきた。気持ちが悪すぎるよ。でもこれならいいキャラ出てきそうだ。最初のケツだけ成人からはまたうんちかよ。形の違ううんちかよ。なぜしんちゃんのキャラが出ないんだよ。さあ次のケツだけ成人からは汚ねえな。べちょべちょうんちかよ。これってうんちガチャだっけ。なぜしんちゃんのキャラが出ないんだよ。次は地のうんちかよ。残り全部うんちなのかな。なんでこいつ出てきたんだよ。白い卵からだけにしとけよ。でも一応しんちゃんのキャラクターも出るのね。またこいつかよ。金髪のこいつかよ。幼稚園児が金髪にするんじゃねえよ。結局白い卵と変わんねえラインナップだな。次のケツだけ成人からはこれよ。なんで金色になってんだよ。クレヨンしんちゃんってこいつが主役だったっけ。他のキャラ出てくれよ。お願いします。へえこいた。おならの勢いでどっか飛んでいった。なんじゃこれ。意味がわかんないよこのガチャ。全然しんちゃんとか出ないじゃん。ケツだけ成人からケツだけ成人。またケツだけ。ケツだけ、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 ケツのエンドレス。なんじゃこれ。そして何ももらえないのかよ。頼むからしんちゃんとか出てくれよ。って怒りしんじ。しんちゃん違いだよ。なんでたまーにアニメ違うの出てくるんだよ。さあ最後のケツだけ成人からはようやくしんちゃん出てきたよ。出てはくれはしたもののおまけもこいつだし完全に爆死だよ。もうこのゲームするのやめよ。暇だな。なんかアプリゲームでもやろうかな。スピードハンティングシンカリオンストライクっていうのがあるぞ。やってみよう。まずはチュートリアルクリアしてガチャを引こう。うわあ、シンカリオンがあっちにいるぞ。そしてこっちにはシャショット。シャショットをあっちに飛ばしたらどうなるんだよ。まあいいか、行ってみよう。シャショットがシンカリオンに向かって行って当たってシンカリオンが吹っ飛んでいった。意味がわかんねえよ。そしてシャショットの顔が回って卵出てきたよ。なら最初からそこにシャショットいろよ。超重シンカリオン祭の割には白い卵が多いな。最初の白い卵からは何のキャラが出るかな。ドアかよ。新幹線のドアかよ。パーツなんかいらないんだよ。次の白い卵からはなんだ。タイヤかよ。タイヤもいらねえよ。さっきからパーツばっかりで。なんだこれ、ディアゴスティーニみたいにパーツをいっぱい集めて組み立ててくのかな。じゃあ次の白い卵からはどこのパーツだ。ネジかよ。こんなにパーツが細かくなっちゃったら集めるの大変だよ。次はいよいよ金の卵。金の卵からは何が出るって。駅弁かよ。一応新幹線関連のものだけどシンカリオン関係ねえから。次はネジ。ネジ？ネジこんなにいらねえよ。さあ2個目の金はなんだ？リュックかよ。新幹線の形して可愛いから欲しいけどもシンカリオンは関係ねえから。ネジが2連続で来て最後の金からはなんだ？スプーンかよ。まあスプーンでもいいけどもせめて新幹線にしとけよ。なんで電車だよ。全くシンカリオンのもの出てこなかったな。おまけは？駅弁か。おまけで駅弁は嬉しいな。でもこれはリセマラだ。リセマラ、もう一回頑張るぞ。
今回こそいいの出てきてくれよ、お願いします。って白多すぎじゃね。僕の引きが悪いのか、このゲームがクソなのか、どっちなんだろう。まあ最後の緑の卵にかけましょう。最初の白い卵からはドアかよ。白からはバツしか来ないのか。またドア？ドア？ドア？どんだけドア来るんだよ。こんなにドアいっぱいの新幹線嫌だよ。そしていよいよ最後の緑の卵からは、なんでハヤトの髪出てきたんだよ。これさえ被ればいつでも主人公の気分的なやつなの？そして最後のおまけは、またドアかよ。こんなにドアあったらマイクラだったら村人増えすぎちゃうよ。もう一度リセマラして10連だ。今度こそいいの出てくれ。シャショットがシンカリオンに当たって跳ね返された。もしかしてこれって確定演出？緑の卵がいっぱい出てきた。これは新幹線出てきそうだな。最初の卵からはひよこかよ。なんで卵からひよこ出るんだよ。ま、卵からひよこ出るのは普通なんだけどね。この世界じゃ違うんだよ。次の卵こそシンカリオン出てくれ。またひよこかよ。本当にこれシンカリオンガチャなの？でもまだ8個あるし期待しようって。ニワトリかよ。次はニワトリかよ。卵の中でひよこからニワトリに進化したのかな。変なのばっかり出るな。次こそはスイカのキャラかよ。こいつシンカリオンには出てこないって。電車関連のものしか出てこねえな。次こそはってドライブヘッドかよ。電車も関係なくなっちゃったよ。これ違うアニメだからね。でもシンカリオンに近づいてきたね。今度こそ気持ち悪いな。なんだこのキャラクター、子供泣いちゃうよ。でもまあ近いは近いよ。これがロボになれいいだけだから。そろそろ出るんじゃないのかって。電車で豪華よ。電車の運転手になった気分になれるゲームがなぜ今ここで出る。今の子供も知らんだろ電車でゴー。またシンカリオンから離れちゃったけど、次こそは車掌さんかい。せめてシャショットを出してくれよ。もう期待してないけど、次の卵からはなんだ。あ、スイカのキャラクターが出てきたぞ。そしてこの卵を食べちゃった。こいつ怖えな。もうラストかよ。期待してねえけど頼むぞって。トーマスシンカリオン、めちゃくちゃすげえキャラ出てきちゃったよ。これはもう SS レアでしょって。ただのレアかよ。こんな貴重なキャラなかなかいないよって。おまけでも出るようなキャラかよ。シンカリオン全然出ないし、このゲームもうやめよ。あー暇だな。アプリゲームでもやろうかな。なんだこれ、不思議な道具ハンティング、ドラえもんストライク、ドラスト、なんか面白そうだな。やってみよう。まずは10連ガチャだ。うえー、ドラえもんの体だけがあっちにある、怖えな。そしてこっちにはドラえもんの顔、この顔を引っ張ってあっちに飛んでいって合体した。そして回り出して4次元ポケットから卵が出てきたぞ。超ドラ震災って言ってる割には金が少ないな。白い卵からは何が出るかな。ドラ焼きか。まあ白だから仕方ないか。他の白もドラ焼きか。さあそして金の卵だ。これは期待しちゃうぞって。スネ夫の髪かよ。なんで髪だけ出てくるんだよ。キャラをよこせよキャラを。また白い卵はドラ焼きか。次の金の卵はなんだ。次はジャイアンかよ。なんでさっきから髪型ばっか出てくんだよ。これ髪型ガチャか。次の金の卵も期待できないな。次は誰の髪型だよ。なんだこれ、これコロスケかな。コロスケドラえもんに出てこないから、似たようなアニメに出てくるやつだから完全なる爆死だな。おまけもドラ焼きか。これじゃ納得いかないから、もう一回リセマラして10連だ。次こそはいいキャラクター出てくれよって。白い卵ばっかりだな。でも最後に青いのがあるぞ。あれはいいキャラかな。白い卵からはやっぱりドラ焼きか。こっからずっとドラ焼きかよ。いや違うのが出るみたいだ。結局ドラ焼きかよ。割れたドラ焼きかよ。違うの出ると思って期待したじゃねえかよ。今度は割れてるのがたくさん出てきて、また違うのが出てくるのか。やっぱりドラ焼きかよ。
あんこが地面に落ちちゃってるよ。汚ねえな。真っ白からは何が出てきてももういいや。この青いのに期待してるからね。青色だしドラえもんが出てくるんじゃないのってジャイアンの母ちゃんかよ。とんでもねえ脇役出てきたじゃねえかよ。ぶっちゃけジャイアンの母ちゃんなんてドラ焼き以下だよ。おまけもジャイアンの母ちゃんかよ。また爆死しちゃったよ。このままじゃ終われんし、リセマラしてもう一回引こう。おっと、今度はのび太の顔だ。これは確定演出じゃないのか。これでようやくいいキャラが出てくるぞ。いきなり青い卵だ。そしてスモールライトみたいなのも出てきた。どこでもドアにタケコプター。神引きだ、神引きだ。他の卵からもいいのが出そうな予感。これからは何が出る。ジャイアンの母ちゃんかよ。いらねえキャラ出ちゃったよ。もしかして青い卵からはジャイアンの母ちゃんしか出ないんじゃないの。ジャイアンの父ちゃんかよ。ジャイアンの父ちゃんもいらねえよ。なんだよこれ、ジャイアンガチャかよ。でもスモールライトがあるからいいもんねって。折れちゃった。なんで、なんで壊れちゃったの。これってこのままもらえるんじゃないの。どこでもドアも壊れちゃった。タケコプターも壊れちゃった。なんだよこの悲しすぎる演出は。残りの青い卵に期待するしかないな。この青い卵からは何が出る。のび太のメガネかよ。しかも壊れちゃってるよ。なんでもかんでもすぐ壊れちゃうな。でもまだ4つあるから大丈夫だ。この青い卵からはなんだ。普通のドアかよ。どこでもなやつちょうだい、どこでもなやつ。どうやらこの青い卵期待できないみたいだな。スネオだ、スネオが出たぞ。でもなんでハゲてるんだよ。あ、最初に出てた髪と合体させればいいのか。でもリセマラしたからもうないよ。なんだよ合体させるシステムって、意味がわかんないよ。あー、スネオの髪型きた、よかったよかった。ってなんかこれ一とんがりないよ。スネオの偽物の髪型出てきちゃったよ。でもまあこの髪型をつけてあげよう。いよいよ最後の卵からはドラえもんだ。ドラえもんが出たぞ。ってなんか違う、似てるけど違うな。何これ、中国が作ったパクリガチャなの。結局ドラえもん出なかったよって、おまけから出んのかよ。ドラえもん出てくれたのは嬉しいけど、このアプリ意味わかんないし、もうやめよ。コッ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 コ